五代目、歌川国政とは、明治時代の浮世絵師、竹内柳川津とも称す。小国生と同一人物と見られるが未称である。四代目、歌川国政の長男で門人、竹内氏、梅道、梅道、小国生、高長老、柳川津とコす。はじめは世を父に学ぶ。明治二十二年から明治二十九年の間、梅道を小国生と称していたが、 明治24年頃に歌川国政の名を継いで五代目国政の落観を用いている。さらに明治28年以降、史上派の画家、飯島講画の門下となってからは竹内柳川津と名乗った。五代目国政室と落観された作品以降にも小国政と落観した作品を多数発表しており、 このことから、七の弊氏の別人説も唱えられ、同一人物とするにはなお疑問が残る。ただし、小国政と五代目国政と両方の楽観を使っていた時期があるのか、あるいは明治24年頃から、後の小国政は別人であるのかは不明である。代表作として、六国皇太子沖の図や、明治24年、美濃王自身の図などが挙げられる。 その他には日清戦争の西木絵などを描いており、柳川津の作品としては日露戦争物が多く見られる。大正12年の関東大震災以前に没したとも言われる。ありがとうございます。